はい、バンテリンドーム名古屋です。この後午後6時プレーボール、あと20分ほどですね。今日は岩瀬さん、福留さんにお付き合いいただいています。改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さあではまずはセリーグの順位表から見ていきましょうか。こちらですね、あのドラゴンズはね、開幕神宮での3連戦で勝利がなかったんですが、昨日一昨日勝ちまして2勝2敗1分け、勝率5分に戻しています。岩瀬さん、まずね、その神宮の嫌なムードっていうのはもう吹っ切れましたかね。まあ払拭されてますからね。はい、で今ね、順位あんまり関係ないですからね。まあ、まだ5試合ですしね。はい、さあではですね、まずは一昨日のゲームのハイライトを見ていきたいと思います。本拠地開幕のマウンドを任されたのはこの小笠原慎之介です。その小笠原の立ち上がり、初回からランナーを背負います。バッターボックス4番の岡本、ライトフライ、まずはゼロで立ち上がりました。一方ジャイアンツの先発はこの山崎、初回のピッチング立ち上がり、ツーアウトランナーなしで3番高橋周平をショートフライに打ち取って、こちらは三者凡退の立ち上がり。ゲームが動いたのは4回です。ワンアウト満塁のピンチを小笠原が作ります。バッターボックスには8番吉川、鋭い打球もライト上林が取って、これが犠牲フライ、ジャイアンツが1点を先制します。その後2アウトランナー2塁1塁でピッチャー山崎のタイムリーヒット、そして1番2年目萩尾のセンターへのタイムリーヒット、小笠原が連打を許して、このイニング3失点。ドラゴンズの反撃は6回、先頭三好がこの当たり、スリーベースヒットでノーアウトランナー三塁、ワンアウトランナー三塁になって、バッターボックス3番高橋周平、山崎がこの打球を弾いてタイムリー内野安打、1点を返します。さあ山場は7回にありました。先頭の上林がしぶとく内野安打で出塁、その後代打大島コールに沸くバンテリンドーム、その大島が1打席できっちりと決めます。これでノーアウトランナー3塁1塁、バッターボックスには8番村松、犠牲フライには十分なフライ、これで1点を返します。さあそして2番の田中幹也、逆方向を意識したというバッティング、これが同点タイムリーヒット、3対3同点になって、ゲームは延長戦です。11回の裏、ドラマはこの11回にありました。ここまでノーヒットだった細川が今シーズン初ヒットが、なんとサヨナラホームラン、劇的なこのサヨナラ勝ち、4対3で開幕戦の本拠地開幕の初戦を取ったというドラゴンズです。さあこのゲーム、福留さん、ポイントとなったのはどんなところでしたか。やっぱりあの同点に追いついた、まあ、イニングですよね。7回ですね。はい、この7回の映像なんですが、まず上林が出塁したのはもちろんなんですが、福留さん、大島代打起用だったんですよね。まあ、そうですね、あのやっぱりここはね、あの本当に大島選手の技術っていうのが非常に詰まった打席で、やっぱりこう7回までこう打線打ちあぐねてるわけですよ。まあ、それをこの1打席でしっかりとタイミングを合わせて、それプラスランナーを進めるために1、2塁間に狙って打ちに行く、まあ、これができるっていうのはね、やっぱり若い選手はあの彼の背中、彼の技術っていうのをやっぱり見ていかなきゃいけないですね。うん、もう一つがこの2年目田中の流し打ちというこのタイムリーですけれども、まあこの打席は、ね、非常に良かったんです。まあ、ただね、やっぱこのゲームを通してちょっと強引な打席が目立つっていうところがあったので、まあ、そこをこう今後彼がどういうふうにこう修正していくのかっていうのは、まあこれからまたちょっと楽しみに見たいなと思ってます。そうですね。さあそして昨日のゲームもハイライトを振り返っていきましょう。昨日はドラゴンズ大野雄大、左肘手術からの復活登板というマウンドでした。開幕ローテーションにこの大野のマウンドというバンテリンドーム、その立ち上がりです。2番門脇を三振、3番丸をショートフライに抑えて、まずはゼロで立ち上がります。さあゲームが動いたのは2回です。ワンアウト満塁のチャンスで、バッターボックス8番村松という場面、
引っ張った当たりが前進だったこの岡本の上、ライトの前にボールが転がって、これが2点タイムリーヒット。ドラゴンズが昨日のゲームは先制をしました。さらにドラゴンズ追加点が入ったのが、失礼、これ4回の表守りですね。先発大野がピンチを作りました。3番丸のライト前ヒット、ランナーが3塁1塁とジャイアンツからすれば同点のチャンスという中で、4番の岡本、このショートゴロ村松がうまい、そして田中美希は1塁、これはセーフになりました。いわゆるゲッツー崩れの間にジャイアンツが1点を返しました。一方4回の裏、ツーアウト満塁でバッターボックス1番三好、開幕スタメンを勝ち取ったこの三好がレフト前のタイムリーヒット、2点タイムリーを放ちます。5回の表、大野がピンチ、ツーアウトランナー2塁1塁、1番の萩尾、このサードゴロ高橋が取ってベースを踏んで2塁ランナーフォースアウト、ピンチを切り抜けます。そして8回ですね、昨日はサヨナラホームランという細川のこの一発、センターバックスクリーンフェンスを越えて、これで2試合連続のホームラン。もちろんドラゴンズの守護神はこのライデル・マルティネス、しかし昨日は3本のヒットを打たれました。その中できっちりとゼロで抑えて今シーズン初セーブ、5対2先制、中押し、ダメ押しと理想的なゲーム運びとなりました。昨日のゲームです、岩瀬さん、昨日のゲームポイントはどんなところでしたか？そうですね、まあ、得点はね、今言ったように先制、中押し、ダメ押しとうまく得点はできたんですけど、高橋選手の守備ですよね。まずこのシーンですね、はい、やっぱり相手に流れを行かせないっていうね、守備がね、目立ちましたよね昨日は。まあ、一方でこのジャイアンツとのゲーム、ジャイアンツの守備のね、こうミスというところもありましたから、余計に際立ちましたかね。そうですね、ですから今年ね、守り勝つ野球を目指しているというところで、きちっとそういう野球ができたというところですよね。はい、立浪監督も試合後に、この高橋の守備はタイムリーヒット1本に相当する、それぐらいの価値があるいい守備だったと絶賛していました。さあ、まもなくゲームが始まるバンテリンドームです。スタジオの岡田さん、永江さん、何かこの解説をお二方に聞きたいことなどありますか？いや、もうこれだけいい流れで来ていて、今回ポイントとなるのは何なのかな、勝利を引き寄せるポイント。じゃあまず福留さん、どうでしょうか？まあ、やっぱり打線としてはね、相手の菅野投手の状態が、まあ、初登板なんで、まあ、分からないですけども、こうどうやって点を取れるか、やっぱりこうベテランらしいピッチングはしてくると思いますから、まあ、そこじゃないですかね。まずは菅野のピッチング、岩瀬さんはどうお感じですか？まあ、やっぱりですね、梅津がどれだけ投げれるかですよね。もう中継ぎ陣もね、2試合とも投げてるピッチャー多いですから、もう一人でもね、長く投げてほしいですからね。その中で岩瀬さん、梅津投手は、まあ、手術が明けた、ね、この今年度ということになりますが、まあ、それほど長いイニングは投げられないのかなという印象もあるんですかね。まあ、やはり最初は、ね、球数気にしながらとは思うんですけど、ですから、ね、球数を要せずにイニングを投げてほしいなというふうに思いますね。そうですね。いや、福留さん、今日勝ったら3連勝ですから勢いつきますよね。まあ、もちろんやっぱり勝つことで勢いはつきますしね。ただまだね、そんな3連勝って大きな声で言うほど3連勝普通ですから。ちなみに昨シーズンのドラゴンズの最大連勝が3連勝ということもありますので、もうちょっと私頭の中でね、3連勝してほしいなーなんてこうファン意識もあるんですけれどもね。さあ、まもなくゲームが始まります。スタジオの岡田さん、永江さん、勝利をね、期待したいですね。そうですね、今日はね、この試合直前までドラゴンズ情報をこうやってお伝えしましたけれども、この後の試合ますます楽しみになりました。そうですね、この後ゲームは午後6時試合開始、引き続き10チャンベースボール中日巨人の3回戦をお送りします。